ャンネルは毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よはですね、ジーノさんに行ってまいりました。こちらのお店は南行徳駅から歩いてちょっとしたところにあります欧風カレーのお店でございまして、実はこのお店すごく美味しい美味しいと話題のお店なんですけども、いかんせんそのねあまり知られてないということで、ネットだったりだとかあんまりねこう SNS の投稿でも見ることあんまりないんですけども、ここは隠れて名店じゃないかっていう方も結構多数いらっしゃいまして、そんなわけで本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらがジーノさんのメニュー表。メニューの方は4種類のカレーとオムライス、特盛りまでできて辛さの調節もできます。本日はグリルチキンカレーの中辛をチョイス。カレーの方はポットの方に盛り付けられ、そしてライスの上にはこの見るからに外はパリパリ中はジューシーなチキングリル、サラダやポテトサラダなどもついて本日もいただきます。まずはそのカレーの方から。口の中に広がるフルーティーな甘みとスパイス感でうまし。ライスとの方ももちろん相性抜群で、そのジューシーに焼き上げられたグリルチキンの方は一つ一つ注文が入ってから焼いてくれるので熱々パリパリ最高うまし。そしてサラダの方もいただけるナイスなプレートとなっており、食感最高のヤングコーンと大好きなポテトサラダもあり、そしてお待ちかねそのパリパリに焼かれたチキンの方にカレーの方をしっかりとかけていくと、立ち込めるスパイスの香りでもはや食欲は増加。味付けされたグリルチキンに甘みが印象的なカレーがナイスなドッキングを呈し、そのままライスとカレーと言ってみたり、もちろんのチキンとライスとカレーの三位一体を味わうともはや口の中幸せ。カレーの方はフルーティーな甘み、そして後から来るスパイス感が印象的なので、辛さは中辛ぐらいの方がいいのかもしれません。もちろん福神漬け丼も一緒に食べて、最後にデザート代わりのみかんを食べ、セットについてくるジョッキで入ったコーヒーの方を飲み干して、本日もごちそうさまでした。知られてないのがおかしい。普通にカレーの方が今回辛さしてなかったので中辛だと思うんですけども、ちょっと甘みがかってまして、そちらの甘みの方がさっぱりとした甘みになってますんで、そのままコクと甘みとバターの風味だったりとかもさ一体化してすごく美味しい欧風カレーとなっております。もうねカレーとライスで言っても普通に美味しいんですけども、そこにあのチキンのグリルね、焼いてるジューシーなグリルがまたこうちょっと味付けされて焼かれてるんですけども、本当に一つ一つ丁寧に焼かれてますし、焼き加減の方も最高なので、外はパリッと中ジューシーに焼かれてまして、それにカレーをかけてもいいし、そのままでも塩コショウ効いてるんで食べれる、そんなチキングリルとなってました。本当にあのカレーがすごく美味しいし、そのグリルチキンこうねあんまり合わないかもとか、グリルのチキンの方にスパイシーなこうカレーの味付けあるんかなと思いつつも、そのままの感じなのでどうなのかなとか思ってたんですけども、かけたらめちゃくちゃ相性良くて、そのしょっぱい感じのチキングリルと、甘みのあるカレーがねもうまさかのドッキングですごく美味しいチキングリルカレーでございました。これなんで知られてないのかなって思うんですけども、まあ南行徳っていうね駅もあるんでしょうけども、これをセットでなんと1000円というね価格にもなってますし、普通にこれ都内で頼んだら1200円ぐらいはするようなワンプレートなので、これ近くまで行った人ぜひ一回行ってみるべきお店だと思います。伺った日は僕ともう一組ぐらいしかいらっしゃらなかったので、これぜひね皆さん行ってみてください。はい、というわけでカレーに取りこなす生活でした。インスタ、ツイッターはもちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。